こんにちは。私は音楽制作を仕事にしています。YouTube で音楽コンテンツを投稿している方も多いと思いますが、その中でなかなか視聴者が増えないと悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私もその一人でしたが、YouTube の仕組みや視聴者の心理を学んでから、少しずつチャンネルが成長してきました。今回は、YouTube で音楽コンテンツが伸びない理由と、それを改善するための方法についてお話ししたいと思います。まず、音楽コンテンツが見られない3つの理由について見ていきましょう。1つ目は、音楽コンテンツはとても多く、そもそも有名でないあなたの楽曲に視聴者は関心がないということです。YouTube には世界中の有名アーティストやメジャーレーベルが公式チャンネルを持っており、彼らの楽曲は数百万回以上再生されています。それに比べて、あなたの楽曲はどれだけ素晴らしくても、誰も知らなければクリックされる可能性は低くなります。視聴者は自分が好きなアーティストやジャンルの音楽を探しており、ランダムに見知らぬ人の音楽を聴くことはあまりありません。だからこそ、あなたの楽曲に興味を持ってもらうためには、何か目立つ要素や魅力が必要になります。二つ目は、有名でない自覚が足りないということです。曲名、作詞作曲者だけをタイトルにして、プロのような綺麗な動画を作ろうとしている方が多いようですが、これでは視聴者を引きつけることができません。そもそも、曲名も知らない、クリエイターとしてもファンがいない人の動画が閲覧されるわけがありません。あなたは自分の音楽に自信があっても、それだけでは YouTube では通用しません。YouTube は動画サイトであり、視聴者は動画に対する期待感や興味を持たなければクリックしません。だからこそ、あなたの楽曲に関連するキーワードやキャッチーなフレーズをタイトルに入れたり、サムネイルにインパクトやメッセージ性を持たせたりすることが大切です。3つ目は、音楽のクオリティを上げたら、視聴が多くなるだろうというのは間違った妄想だということです。視聴が多くなるか？は YouTube の仕組みの理解が必要です。おすすめや関連動画にインプレッション表示され、サムネイルで興味を引いてクリックされる。もしくは、すごいギターソロなどという検索ワードでヒットして、コンテンツが視聴される。というのが YouTube の基本的な流れです。なのに、コンテンツ楽曲制作に力を入れるが、YouTube の基礎学習をしていない方が多いようです。あなたの楽曲がどんなに素晴らしくても、それを見つけてもらえなければ意味がありません。だからこそ、あなたの楽曲に適したタグや説明文をつけたり、チャンネル登録や高評価などのエンゲージメントを促したりすることが重要です。次に、YouTube はあなたのための発表会のステージではないということについてお話しします。YouTube は広告収入のビジネスモデルで、チャンネル主とはビジネスパートナーです。音楽のために提供しているのではなく、人気のチャンネルをサポートして、視聴者を集め、たくさんの広告を見てもらうためにあるのです。コンテンツのジャンルはもちろん音楽でもいいですが、視聴の工夫を努力しなければ、Google 社とウィンウィンの関係を作れません。楽曲のクオリティに行く前に、閲覧したいと思う仕掛けを努力することによって、おすすめする価値を YouTube は探そうとしています。あなたの音楽を勧めるより、料理の番組の楽しさが勝るなら、YouTube はそちらを優先しておすすめをします。ビジネスだからです。その根本を理解しない限り、YouTube チャンネルが伸びていくことは考えられません。最後に、視聴者に直接的なお得感がなければチャンネル登録はしないということについてお話しします。数多くあるチャンネルで、あなたのチャンネルを登録するには登録すべき必然性がいります。音楽の中でのそのような価値で、クオリティを求めて見出すことは、稀です。それは有名アーティストの音楽が、YouTube で簡単に聴けるようになった今、あなたのチャンネルにそれを求めていません。ギターやピアノの運指、エフェクターの使い方、どんなマイク使っているのかな？そういうハウツーこそが、研究材料になり、チャンネル登録の価値になります。そういうハウツーのコミュニケーションができて、あなたのファンになってこそ、完成楽曲にも興味が湧いて聴いてもらえるチャンスが出てきます。DTM によって、プロとアマチュアの大きなクオリティの差はなくなってきていますし、
そもそも、あなたの楽曲にクオリティを求めていないことを十分理解しないといけません。メジャーアーティストのファンが多いのはプロモーションがあるからです。クオリティが一定以上あるプロにはプロモーターがついて、ファン獲得のためのマスメディア戦略。ファンクラブ運営、大型ライブプロモーションなどがあってファンがあります。ファンがあれば、YouTube でもライブでも、SNS でも何をやっても人はアクセスします。楽曲制作とプロモーションは車の両輪であり、決してどちらかが優先するものではありません。それは十分に分かっているはずです。それなのに、楽曲制作や動画コンテンツをプロのようなミュージックビデオ風に作ったからといって成功するはずがありません。私たちミュージシャンにとって YouTube はそのプロモーションを展開する場です。多くの視聴者を集める努力があって、YouTube サイドにも認められ、パートナーとしてチャンネルを充実させるルーティーンが成立していくのです。音楽の長さは通常5分以内、平均視聴維持時間は2分が限界に近いです。そもそも YouTube ビジネスには向いていない現実があります。前述したように、チャンネルにハウツー要素を持たせ、視聴の長さを確保する努力もしないと。YouTube から見た、楽曲コンテンツは広告ビジネスとして成立しにくいのです。それをしっかり把握してチャンネル運営することが必要です。今日はご視聴ありがとうございました。これからも音楽と YouTube 運営を一緒に研究していきましょう。